自民党の茂木政調会長が沖縄県の大長知事と会談し基地問題などで政府・与党と沖縄県が対話を重ねる重要性を強調しましまた。東京ドームのです、ね、17個分ぐらいの土を入れてです、ね、埋め立てて安全保障のためにやるなどということは環境面からも問題だと思っておりますし、沖縄の基地負担この軽減をしっかりと進めなければいけない。 会談では意見が一致しませんでしたが茂木氏は会談を重ねて理解を深めていくことが重要だと強調しました。